立浪監督、新庄采配にお気持ち表明。さ、お感じるね。素晴らしい発言。立浪監督が、新庄采配への対策を記者団に対して語った。なんかすごくいろんなね、作戦を仕掛けてくる。ダブルスチールとか、そういうのは警戒します。隙を与えずに、普通にやるということが大事。特別変わったことをしているわけではないと思うので、あまり意識せずに普段通りしっかりとやるのが大切。この3年で新庄と立浪に差がついたな。普通に勝負できれば前線できる可能性はある。変なエラー、変な四球を出さず、いつも通りの試合を展開できればね。それが難しいんだけど。新庄と2歳差なんだね、新庄が若く見える。監督をすると一気に老けが進むのにすごいよな。去年のことをトラウマに思ってそうやな。キックボスしそうだからゴミ箱強化やで。弱いって言いながらも、ここ2年で福永、村松美樹や、細川が出てきてる。去年ほど絶望はない。別に勝てば何も言われない定期。1勝でもして、なんとか意地を見せてくれよ。何が何でも勝ってくれ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。